チャップリンの独身は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で主演、監督はチャールズ・チャップリン。1971年に映画研究家のアスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演25作目にあたる。日本語表記はチャップリンの独立とするものもある。他に チャップリンの看護人、彼の新職業。チャーリーは、ガールフレンドと一緒に、体の不自由なおじの世話をすることに同意する。ガールフレンドは、おじが乗る車椅子を押すチャーリーのために、目印として、卵を落としていく。桟橋まで行った時、チャーリーは、もういいと合図し、お金を持って、飲み物の買い出しに出かける。ところが、チャーリーが戻ってみると、ガールフレンドはおじに捨てられていた。 やがてチャーリーは、おじと二人の警官、ホームレスと騒動を繰り広げ、騒動の後にガールフレンドを連れて帰った。おじは警官に誤解され、車椅子ごとはめきながら連行された。チャップリンが、キーストン社で出演、あるいは監督をした作品は、全35作に及び、チャップリンの独立までに24作を昇華している。チャップリンの伝記を表した、映画視野のデイビッド・ロビンソンによれば、 キーストン時代の後期に相当するチャップリンの独立からアルコール先生原始時代の末期の十作は従前の即興が身の上の作品と将来を感じさせる手の込んだ作品が入り混じりチャップリンの独立は前者即興が身の上に属する作品に分類している。エトセトラ1914年制作2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。 ありがとうございます。